こんにちは、アニです。今日はウルトラマン激闘バトル組、こちらを開けていきたいと思います。はい、昨日はね、ウルトラマンルーブ、ウルトラ組を開封していったんですけども、今日はね、こちらの、ユーハミ格闘さんのウルトラマン激闘バトル組でございます。2日連続でね、お菓子の開封ということで、子供たちが喜ぶんじゃないかな。昨日もね、開封して、すぐにみんなね、食べちゃいましたね。で、今日のこちらなんですけども、パッケージはこういった感じで、ウルトラマンとバルタン星人、スペシウム構成打ってますね。で、引っ張って対決だ。グミとグミをね、こう引っ掛けて引っ張りっこして、多分切れたら負けっていうことなんでしょうね。で、メロンソーダ&コーラ、グレープ&リンゴ味になっております。後ろを見ると、はい、簡単な遊び方が書いてあって、よっと。引っ張って対決だ。バトル方法、グミとグミを引っ掛けて引っ張り合って対決だ。切れなかった方が勝ちだ。グミの形は全部で7種類あるぞ。いろいろな組み合わせで君もバトルだ。ということで、ラインナップはこんな感じですね。ウルトラマン、セブン、エース、バルタン星人、ゼットン、エレキング、最後の一人は誰かな？これは太郎なんじゃないかな？うん。で、まあ、パッケージ何種類かあって、今回3袋を買ってきたんですけども、これがまあ、ウルトラマン、バルタン星人、そして次のやつがですね、はい、セブンとね、ギエロン星獣ですね。で、最後がね、これがびっくりした。はい、タロウと、これ多分ロードラだと思うんだけど、ちょっと自信がないんだよね。とにかくね、パッケージにタロウが書いてあるのにびっくりしたっていうか、だいたいこういうお菓子物ってね、ウルトラマンかセブンかみたいな、そんな感じじゃない。エースとかタロウが出てくることってあんまりないから、ちょっとこれはねびっくりしたんですよね。そして怪獣がね、またマニアックじゃない。表舞台に出てくるような怪獣じゃないのがね、ここにこうね書いてあるっていうのにびっくりしたっていうか、うん、確かね、ロードラはこう車を食べちゃうような感じなね、なんだっけな、蜃気楼だったっけ、なんか竜巻みたいな感じでね、車を食べちゃうやつだったと思います。で、まあ他の部分はね全く一緒で、後ろの部分とかも色が違うけども書いてある内容は一緒ですね。うん、まあちょっと気になるのは、このラインナップ的にね、エースがいるんだったら1個鳥獣入れて欲しかったっていうのがあるんだけど、まあね、そういうわけにもいかないかっていうか、鳥獣入れても子供には分かんないか。うん、まあそれは置いといて、とりあえずね、全種類多分出ると思うんだけども、開封してね見ていきたいと思います。まずはウルトラマンのパッケージから開けていきます。よっと、はい、何個ぐらい入ってんだろう。よっと、最初は、あ、そんなに大きくないんだね。これやばい。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、どうだろう、ちょっとライト当ててみようか。一番最初多分これウルトラマンだよね。ウルトラマンが出て、かなり緩い造形のウルトラマンです。こっちが、あ、これなんだ、味がグレープ、リンゴ、あ、こっちがグレープでこっちがリンゴってことかな。で、ここに VS って書いてあるね。うん、これはすごいな、ちょっと面白いな。次行きましょう。次は2個目。はい、これはね、セブンだね。セブンの軍やっております。これもあれかな、リンゴ、グレープかな。はい、セブンですね。うん、じゃあ次行きましょう。もしかしたら怪獣があれなのかもしれないね。コーラとメロンなのかもしれないね。はい、次は、これは何でしょうか。エレキングっぽいね。エレキングだろうね。うん、もうよくわからない形になってる。で、次、お、来た、タロウですね。これタロウが、はい、こっちもね、こっち側がグレープですね。よし、あとエースが出たら、とりあえずウルトラマンコンプだね。次は、ヨット。はい、これはウルトラマンですね。ウルトラマン2個目。次が、ヨット。はい、タロウだね。タロウ2個目。タロウってレアじゃないんだね。別にただハテナなだけで、普通に入ってるよってことだね。
てか怪獣全然出てこないんだけど、次はヨット。これはゼットンか。ゼットンっぽいね。ちょっとヘリキングとあんまり違いがないような気もするけど、まあこうね、ぷっくりした感じなのがエリキングで、こう目の部分のところがね、特徴的な形になってるのがゼットンっていうことだね。っていうか味も偏ってるね。リンゴとグレープばっかりなんだけど、次がヨット。これはタロウかな。タロウだね。あ、やっぱりあれなんだ、ウルトラマンだからとかそういうんじゃなくて、もう完全に適当にあれなんだね。タロウ3個目です。はい。で、次が、結構入ってる。あ、来た。バルタン星人。こっち側、はい。このバルタン星人も緩いな。ちょっとこう、輪郭分かりにくいかもしれないけど、かなり面白い感じに仕上がってますね。はい、そして、まだ入ってる。よっと。次は、これは、ゼットンだね。ゼットン。出てないのはエースだけかな。エース以外は全部出た。最後、はい、ゼットンですね。はい。そういうわけで、一袋に全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個入ってて、でメロン&コーラが3個しか入ってないんだね。でもう何が何個とかは結構ランダムな感じで、適当にガッと入れたみたいな、そんな感じっぽいですね。とりあえずエース以外は全部出ました。で味はどうしようか。ちょっともうここで食べちゃおうか。この味の前にバトルする、バトルしようか。ウルトラマンとゼットンでバトルしよう。ここをこう引っ掛けて、でこれ引っ張りっこ、よっと。ちょっと待って、どっちがゼットン、こっちがゼットン、こっちがウルトラマン。さあゼットン勝つのか。よーよー、結構力入れる。お、ウルトラマン勝った。ゼットンちぎれました、負けで。そして味ね、これがメロンソーダ&コーラのね、メロンソーダ。うん、メロン、あれだね、こういうお菓子の特徴的なメロンの味だね。あとグミの硬さは結構こう歯ごたえのある感じなやつで、昨日のウルトラグミよりも硬い系列ですね。うん、おいしい。コーラいってみようか。うん、まあコーラはね、なんつったらいいんだろうね、こういうお菓子ってコーラの味してるかよくわかんない感じだよね。うん、でもね、ほんとあれだね、お菓子の会社だけあって、昨日のウルトラグミとはまた違って結構しっかりとした感じがするね。まあ昨日のウルトラグミも美味しいんだけど、あとお値段ね、これ1個100円ぐらいかな。まあ量もね、これだけ入ってるから全然高いとかそんな感じはないけど、まあ、とにかくこう遊びが面白いね。うん、じゃあ次残りのやつをね、開けていってエースを探しましょう。2袋目セブンのパッケージ開けていきます。よっと、はい、いきます。どんどんいくよ。これはバルタン星人、次は、ゼットン、怪獣連続できたね。次がタロウ。タロウすごいいっぱい入ってるじゃん。次が、よっと。タロウだ。タロウが、タロウばっかり。次、よっと。お、これ来たんじゃない？エースっぽいよ。ピントが合わない。ピントが合わない。はい。これ、エースだよね。こっち側。うん、エースですね。これでウルトラマン全員揃った。ウルトラマン、セブン、よいしょ、ちょっと全員並べよう。6兄弟全部出せばいいのね。はい、ウルトラマン、セブン、エース、タロウ。あ、まあでもあれか、シンマン入ってても分かんねえか、ゾフィーとシンマンが。パッと見ね、このぐらいの造形だと。
いやー、いいね。反対側で見るとこんな感じで、ウルトラマンセブンエース太郎と、こんな感じでございます。なんかこうお菓子をねぐにゅぐにゅ触ってるのはちょっとこうあんまり良くはないと思うんだけど、でもこのねお菓子はちょっと遊びながら食べるっていうものだからね、この辺はちょっと許してください。で次、これもう出したやつかな、太郎が、うん、とりあえず今手元にポロッとあったね。そして次が、ゼットンで、よっと、これはエレキンだね。で太郎多いな。そして、次はウルトラマンで、最後がウルトラマンということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でエースこっちに入れちゃったから11個。うん、やっぱりあのどのパッケージも11個ですねこの景色がなんかすごいやばいことになってきてるね。何これじゃあ最後もいっちゃおう。もう全種類出てるんだけど、一応ねここまで来たら全部開けちゃいます。はい、太郎のねパッケージちょっと開けていって、今のところやっぱエースは1個しかないからね、一応レア組になってるね。はい、1個目はよっとバルタン星人、次はエレキング、次はこれはウルトラマンだね、ウルトラマン、次はヨットセブン、次はヨット、エレキング、次はこれはなんか成形不良ですねすごい形になってんだけど、ゼットンなんだろうね、ゼットンなんだろうけど、もうなんだかくちゃくちゃになってるで、次はヨットエース来た、エースです。うん、いいですね、このメロンの方のエース、いい感じ、ちょっとここ曲がってるけど、はい、そして次はヨット、またエースだ、今度はエースがラッシュになってるよ。で次がこれはゼットンだね、ゼットン、そしてあと2個、はい太郎で、最後が太郎ということで、はい、全部出しました。最後にもう一回バトルやろうか、せっかくだからエレキングとセブンの戦いをやろうか。セブンどこだ、セブンこれでしょ、エレキング、はい、エレキングやっぱこの黄色っぽい色がいいね、対セブンでバトルです。さあどっちが勝つでしょうか、いきます、よっと、おっといっ結構引っ張ってるよ、いいよ、おっと、おセブンが負けた、はい、エレキングの勝ちでございます。はい、そういうわけでね、今日はユーハ味覚糖さんのこのウルトラマン激闘バトルグミをね開封していったんですけども、いかがだったでしょうか。もっとねバトルはサクッと型がつくっていうかね、ちょっと引っ張ったらムニュッと終わるのかなと思ったら、意外とね引っ張らないと切れなくてびっくりしたね。あと造形がね、まあお菓子に造形もクソもないんだけど、まあかなり緩い感じなところがすごいなんか笑えたっていうかね、ほっこりしたというか、昨日のウルトラグミはもうねかなりしっかりとしたこういったね型を使ってそのね形をこうねいい感じにするっていうのがすごいこうメインになったけども、今回のねこのユーハ味覚糖さんのグミの方はまあ造形っていうかその成形に関してはなんとなくねそういう形になっていれば OK で、で引っ張りっこをね楽しむっていう、そういった方向性になってるんでしょうね。っていうかまあパッケージにやられたっていうところが一番なんだけどね。うん、はい、
これね、僕ウルトラマンショップで買ったんだけど、スーパーで見たことないんだよね。もし見かけることあったらね、結構楽しく遊べるし美味しいので買ってみてはいかがでしょうか。はい、それではまた次の動画で、バイバイ。